こんばんは。こんばんは。やっほー。ヤッホー。気づいたら一日終わってたね。ボソボソかもしれん。アイス。犬？なんでわかったの？犬いるって。見えるか？犬かわいい。なんかめっちゃ外跳ね、こんなに外跳ねなことある？こんなに外跳ね。これかわいいの？これかわいいもん。そうなの。これかわいいんだ。確かにメンバーからもなんか外跳ね好きって言われる。
自分ではあんまり好きじゃない。ジャケ写とかは外羽にしたから、最近外羽系多いけど、時計発見。よいしょ。え、38分なの今。40分じゃなくて。え、3分ずれてる。2分か、3分ずれてる。今日って湿気あるのかな。今日って湿気っていうか気圧が下がったのかな。耳の後ろが今日痛かったんですよ。なんでしょうか。よよっと。休憩しなければね。
睡眠、結局は睡眠。なんかこの部屋なんか寝れるかな私この部屋大丈夫か、心配なんだけど、さすがに疲れすぎてて寝れるやろ。大丈夫か。今の音びっくりしちゃうよ。今日はもう何も考えずに寝るから。はい。そうだよ。とりあえずコンビニでぬか漬けを買ってきました。ぬか漬け、
楽しみです、食べるのが。ぬか漬けとパン。どんな味かな。どんな味かな。ドゥルルルン。面白い。あ、今日はお休みメール送ろうと思ったら5分遅れでした。5分遅れかーい。残念症状。トト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 。元気だよ。サヨン元気だよ。元気だよ。楽しい。楽しい。なんて素敵な世界に生まれたのだろう。もう今50分になりました。あ、なった。ありがとうございます。さすが3分遅れの、あ、うん、3分早まりの時計を。お風呂の流れる音が聞こえてくる。私はこの音でこの前寝れなかったからな。まあ今日は大丈夫か。なんか聞こえます。うん、そう、耳がすっごくいいのだからすぐびっくりするし何でも反応するから私。
番苦手な音。雷。怖いよ。ピカ。ブラうん、私今日ポケモンだよ。ポンパンポケポケモンポケモンパン。私今日ポケモンだよ。ポケポケモンスターだよ。ポケポケモンスターだから、私今日こんなポケモンな私でも押してくれますか？優しい。なんて素敵な世界に生まれたんだろう。ゆよっとよい、ゆよっとよい、ゆよっとよい。え、待って、もう読むね。タッチーさん、フジポンさん、マイセンタン、コッペさん、ミツルンさん、トットリ太郎さん、ジンタさん、ユウキニャンニャンさん、マサ太郎さん、2学期は学級員さん、あら、こと、キチネさん、セイヤンさん、オーサムさん、ふたてさま、シュウさん、イナッチさん、ミミフィーさん、ハトケンさん、ロックオンさん、メガバイトちゃん、タンタンさん、ニノマルさん、台湾のコウさん、ブッチさん、ユウキさん、イヌちゃん、アオちゃん、ナオトさん、カッちゃん、ビーツさん、ノラさん、タカノリさん、キュウさん。全員読めた私。タッチーさん、ウジポンさん、マイセンタン、コッペさん、コペのヒッキーさん、ミツルンさん、タトリ太郎さん、ジンタさん、ユニャンニャンさん、マサ太郎さん、読めてる。やだ、優しさが染み渡ります、私の枯れた心に。
今日はまあいろいろあったから、ちょっといろいろあったね。ちょっと反省してる。反省ってかどうにもならんことで反省してる。だからそう、寝るときは何も考えずにまずは寝ようかなって思ってる。だからちょっとまあちょっと忘れる、一回忘れてぬか漬け食べる。考え出したらたまらんからね。そう、もうどうにもならんことで悩んじゃうからさ、ダメだよね。ぬか漬けで癒されますわ。もう終わるかな。あと1分ぐらいか、2分ぐらいか。そう。どうですか。いや全然。みんなこんな自分を見て、言ってくれると嬉しいですね。今日はもう泣かない。ぬか漬け食べて寝るから。何回言う今日の予定を。ありがとね。バイバイ。バイバイ。